千幕末ラジオ、避難所第2回、はい、皆さんこんばんは。あなたのお耳の恋人坂本龍馬、そして中岡慎太郎、隣に鎮座するはこの相方慎太郎君のわけなんですけれども、はい、今日のは、うん、なんだか今日もちょっとね、僕ね、はい、気合入っちゃってな、今日の企画は。マジで、うん、いやこれこれやらせていただきましたが、うん、まあ、キャラとストーリーとセリフ、うん、まあ、はい、ぶっちゃけほぼ全部、うん、中岡慎太郎さんにいろいろ考えて作らせていただき、考えていただき、うん、まずキャラ設定からね入りたいなと。まあまあ、まあ、もう聞きたい、早く聞きたい。ちょっとねストーリーもねちゃんと作ってきたからね。普段からスタントも自分でやりたいと言っていたダミアン、うん、監督から次の映画の危険な場面をスタントなしで撮影すると提案され驚く、はい、しかし周囲のスタッフファンがみんな心配する中、うん、決死のアクションシーンに挑むのであった、うん、うん、いや入れてくれてるね。嬉しいね。ちょっと待って、ヘイって何よ。ヘイ、僕はダミアン・ロレンツよ。え、今回の映画には危険なシーンがあるって。ブラボーブラボー、望むところさ。監督の無茶ぶりには慣れてるからね。危険なやつどころの分報酬は期待していいんだろう。そうだな、ディナーのパスタが増えるとかね。監督の無茶ぶりには慣れてるからね。もうちょっと抑揚つけるとかあるだろうってな。練習なしでいきなり危険な撮影が始まることにびっくりしてダミアン、うん、そう。ちょっとおい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 。いきなり京都るって爆弾を繰りつけたダイブで崖からダイブ場所みたいな。そんな危険なスリリングなシーン、子供の時近所の犬に追いかけられたブリだよ。おい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 、そこはいらないだろ。おいおかしいなと。ちょ、もう一回聞かせて。ちょっとおい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 。いきなり京都るって爆弾を繰りつけたダイブで崖からダイブ。揺れてない。そんな危険なスリリングなシーン、子供の時近所の犬に追いかけられたブリだよ。おいおい。真ん中のさ、おい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 、真ん中バイクって言えてなくない。ダイブでダイブって言ってる。ダイブでダイブだよな、言ってんの。突っ込むだけだろそんな。いや、難しいんだよダミアンは。ほんと難しいって。日本人じゃないもん一発目からレベル高すぎなのよ。そうやな、しゃあないしゃあない。日本語変換してる感じだもんな。次、うん、命がけの崖の飛び越えシーン、はい、しかしそこでダミアンの本気スイッチが入るんだった、うん、これプロフィール見せてもらってるんで、はい、スイッチ切り替えた真剣になるっていうのが、そう、このキャラの花なんでしょう、うん、そこがもう本当の名俳優と言われてる。 この爆弾が爆発する前に。まあまあセリフバス見ましょう。フライング同時に聞こえましたけど。まあ300キロで、うん、駆け巡らなければいけない重要なね、うん、シーンだということで、ダミアンもさすがにキリリと引き締まる時な、うん、で一発撮りみたいな感じの真剣ダミアンがこう炸裂すると、もうここ本当に真剣なシーンだからね。そうだね、まあ、ここをちょっと聞きたいよね、うんうん、スタントなしなんだから。この爆弾が爆発する前に崖を乗り切らないと。行くぞ、時速300キロまでフルスロットルだ。くっ、すごい風だ。うわーくわー、負けるかー、ダリアすげえ感情こもってんな。最初ヘモいかなと思ったけど、もうすごい感情移入よ、うん、僕も入り込んだね。青寿司立てながらビッキビキだったな俺な。この爆弾が爆発する前に崖を乗り切らないと。うん、行くぞ、
時速300キロまでフルスロットルだ。すごい数だ。いやーくよー負けるかー。だりゃー今本当に回したんだよ。ドラゴンボールだよ。そっちか。だりゃーつってる。もう飛び道具出す瞬間で。いやーだ。だりゃーだりゃいやもう頑張ってこれだよな。ただもう本当にもう壁を乗り切るか乗り切らないかみたいなところの心境になってるから、もう熱は入ってると思うよ。もうこの場面もね、必死必死よ。わあ力入ったわ。すごい。でもダミアンは完璧にやりきりました、陽気なキャラに戻るダミアン、心配させないよう笑う一つまみと。わあこのシーン面白かったわ。どう言ってくれるかね。この感じですか、セリフは。その通り。観客の笑い声まで入ってしまうな。どうだった監督、僕の情熱が届いたかな。怖くなんてなかったさ、必ず成功するのが僕だったからね。でもそうだな、次は耐火性のヘアワックスを用意しててくれる。毛先がチリチリだよ。ドッそこも僕が用意しなきゃダメなんか。あ、声優の仕事ではないよ。もう一人何役もやってるから、キャラまで自分でやるやん。もういろんな役をやってもらいたい声優さん。まあ、うまかったから、息切れしながらやると言ったから。息切れはね、完璧だったね。そこまでやってくれるとは。どうだった監督、僕の情熱が届いたかな。この怖くなって入ってる感じ。必ず成功するのが僕だったからね。でもそうだな、次は耐火性のヘアワックスを用意しててくれる。毛先がチリチリだよ。ドン ,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 
感じのね大喜利のような笑いがいやさっきのあの、うん、ダリアとかはもう別人の感じが、まあスイッチは切り替わる感じは出てたかい、うん、出てる出てる、うん、本番とそうじゃない日常シーンで、うん、いやダミアン、うん、やりきってくれたね。 CV どうかな、これオーディション受かるかな、なん